コナトゥスは、かつて心の哲学や、刑事上学で使われた術語で、事物が生来持っている、存在し、自らを高め続けようとする傾向を言う。ここで、事物とは、心的実体、物理的実体、あるいはその両者の混合物を指す。数千年にはあたって、多くの異なる定義や論じ方が哲学者によって、定式化されてきた。 17世紀の哲学者のルネ・デカルト、バールーフ・デ・スピノザ、ゴットフリー・トライプニッツ、トマス・ホッブズや、彼と同時代の経験論者たちが重要な業績を築いている。コナトゥスは生物の本能的な生きる意志を指したり、運動と完成に関する様々な形上学的理論を指したりする。しばしばこの概念は半神論者の自然観では、 神の意志と結びつけて考えられる。この概念は定義が精神と肉体に分割されたり、遠心力と感性について議論する際に分割されたりする。このコナトゥスという術語の歴史は2500年の推移を通じて広がってきた範囲の意味と分類におけるわずかな一つまみの連なりのようなものである。連綿とこの術語を採用してきた哲学者たちは、 それぞれ自らの独自の解釈をこの概念に乗せ、それぞれが別々にこの術語を発展させたので、現在では明確で普遍的に受け入れられた定義を持たない術語となった。コナトゥスについて議論した最初期の著述家は第一にラテン語で著作していて、用法は古代ギリシア哲学の概念に基づいていた。それゆえに、それらの思想家はコナトゥスを 専門用語として使うだけでなく日常的な言葉としてそして一般的な意味でも使った古風なテキストではより専門的な用法をより一般的な用法と鑑別するのが難しく翻訳するのも難しい英訳される際にはこの術語はイタリック体で記されるかコナトゥスの後にカッコ付きで訳文が挿入される今日ではコナトゥスは 専門的な意味では滅多に使われないというのは近代物理学ではコナトゥスにとって変わった感性や運動量保存則といった概念が使われるからである。しかしながらこの術語はアルトゥール・ショーペンハウアー、フリードリヒ・ニーチェ、ルイ・デューモンといった19世紀20世紀の思想家に顕著な影響を与えている。マルクス・トゥッディウス・キケロラテン語のコナタスは 通常、努力する、しようとすると訳される動詞、コンナーに由来する。しかし、コナトゥスという概念は、最初起源前にストア派及び商用学派によって発展させられた。それらの学派は、ローミューという言葉を使って、魂が物体に向かう動きや、それによる物理的な運動の結果を表した。古典的な思想家のマルクス・トゥッリウス・キケロやディオゲネス。 ラエルティオスは、この原理を拡張して、破壊に対する剣を我にするようにさせたが、その適量範囲は、人以外の動物の動員に限定され続けた。例えば、ディオゲネス・ラエルティオスは、特に植物に対してこの術語を適用することを、否定している。ルネッサンス以前に、トマス・アクイナス、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス、そしてダンテ・アリゲーリが、コナトゥスの同意語として、ラテン語。 ウルトウルト、ウェルレベル、アップティとアパティを使って、同様の感情を表した。実際、これら4つの単語は全て元々のギリシア語、ローミューの訳語として使われる。後に、ベルナルディのテレシオとトンマーゾ・カンパネッラが古代、ギリシアの概念を拡張し、生物無生物に関わらず全ての舞台に適用した。 最初にアリストテレスが後にキケロうとライルティオスがそれぞれコナトゥスと別の感情との連結を案に示した。彼らの考えではコナトゥスが他の感情を引き起こす。人が何かをしたいと思うのはそれを良いことだと思っているからではなくむしろ人はやりたいと思ったことを良いことだと思うのだと彼らは主張した。言い換えれば人の欲望の動員は コナトゥスの原理に従って肉体が自らを増大させようとする本性的な傾向だということである。コナトゥスと運動それ自体の間には伝統的につながりがあった。アクイナスとユダレをアブラバネルは二人ともこの概念をヒッポのアウグスティヌスが著書、神の国で自然本性的な上下の運動、つまり中間の位置で自身の釣り合いを保つ運動とみなしたものと直接に。 関係づけた。彼らは物体を上げ下げする。この力をアモールナチュラリスつまり自然本性的な愛と呼んだ。6世紀にヨハネス・ピロポノスはアリストテレスの運動の理論を批評し、アリストテレスの発射体に関する議論の中に矛盾が含まれると指摘した。アリストテレスはアイテールの媒体では発射体の運動が保存されるといい。一方、 アリストテレスの虚空に関する議論では、そのような媒体が存在せず、そのため物体の運動は不可能であるとされている。ピロポノスは、運動は運動する物体を包み込む媒体によって維持されるのではなく、ある特性、つまり運動し始めると物体に植え付けられるコナトゥスによって維持されると主張した。ただしこれは、近代的な慣性の概念とは違う。 というのはこの場合にはまだ物体が運動し続けるためには固有の力が必要とされているからである。この考え方はアリストテレスを支持したイブン・ルシュドやスコラ学者たちに強く反対された。しかしアリストテレスの考え方はイスラーム世界からも挑戦された。例えばイブン・アルハイサムはピロポノスの考え方を支持したようである。 ただその一方で、イブンアルハイサムは完成に類似した概念を発展させた。完成の概念は、その効果が空気抵抗のような外的な力の結果としてのみ、称賛するような永続的な力について考えた、イブンシーナーによって、より明確に発展させられた。このことで、イブンシーナーは、非自然的な運動に関してそういった永続的な、 タイプの明記された力を考えた最初の人物となった。イブンシーナーのマイルという概念はアリストテレスの激しい運動の概念とほとんど反対のものであり、むしろ完成の法則、つまりニュートンの第一運動法則を思い出させるものであった。イブンシーナーは運動する物体の重さと速度の間に 定量的な関係を与えようとして、運動量と同様の概念も発展させた。ジャンビュリダンも以前の考えを否定して、この運動を生じさせる特性という考えを採用したが、彼はそれをインペトゥスと名付け、徐々に称賛していくものとした。ビュリダンの立場は、空気抵抗と物体の持つインペトゥスに逆らう、物体自身の重さに運動する物体が捉えられるというものであった。 また、彼は、インペトゥスは、速度に比例して増大すると主張した。彼の最初のインペトゥスに関する考えは、多くの点で、近代的な運動量の概念と似ている。より近代的な慣性の概念に明らかに似ているにも、かかわらず、ビュリダンは、自身の理論を、アリストテレスの基本的な哲学を修正したものに、過ぎないとみなしており、 運動している物体と静止している物体の間には、まだ根本的な違いがあるという考えを含む多くの、商用学派の考えを主張した。また、ビュリダンは、インペプスは、本性上直線的にだけではなく、円的にも働き、天体のような物体に働いて、円運動をさせると主張した。 ルネデカルト17世紀の前半に、ルネデカルトがより近代的で、唯物論的な概念として、コナトゥスを発展させた。彼は、コナトゥスを、神の力を表している、物質が動こうとする積極的な力もしくは傾向、として表現した。古代の人々がこの言葉を厳密に擬人的な意味で、はっきりした目的を達成しようとする、努力と同様に使い、 中世のスコラ学者がコナトゥスの概念を発展させて、ものの持つ、神秘的で、本質的な特性であるとしたのに反して、デカルトは彼らより、幾分機械論的な意味でこの言葉を使った。もっとはっきり言うと、ビュリダンとは、対照的にデカルトにとっては、運動と精止は同じものの二つの状態に過ぎず、異なるものではなかった。デカルトの、 コナトゥースに対する考えは、とても曖昧ではあったが、自然に対する欲望や、傾向の働きから離れた運動や、より科学的で、近代的な考え方へ向かう、運動の働きの始まりをここに見出すことができる。アリストテレスの時代から西洋で、支配的であった物質的世界を目的論的、あるいは合目的的に捉える考え方を、デカルトは否定した。 デカルトは心を物質的世界の一部だとみなしておらず、そのため心は自然の厳密に機械論的な法則の対象ではない。一方、運動と静止は永久不変の機械論的法則による物体の相互作用の対象物である。神ははじめ物体を指導させるのみで、その後は物体の機械的運動の動的秩序を保つ以外に干渉しない。 そのため、すべてのものは法則に支配された衝突や、普段の再構成を行うばかりで、物体の運動には、本当の目的など存在しない。コナトゥスは、物体が互いに衝突する際の運動の傾向に、過ぎない。神が、この活動を指導させるが、その後は、新しい運動も静止も想像されるはずがない。デカルトは、コナトゥスには2種類、コナトゥスはケントロと、 コナトゥスレケデンディがあることを明記した。コナトゥスアケントロ、つまり、中心に向かう傾向はデカルトが重力の理論で使った。コナトゥスレケデンディつまり、中心から離れていく傾向は、遠心力を表した。これらの傾向は、生物の性質や意図を表す言葉でもなければ、ものの、力の固有の特性として考えられたのでもなく、むしろ、 神が授けた物理的宇宙それ自体の統一的、外的な特徴として考えられた。デカルトは自身の自然の第一法則を発展させる際、コナトゥス貌炎理、つまり自己保存のコナトゥスの概念も引き起こした。この法則は完成の法則を一般化したもので、以前にガリレオによって経験的に説明され、発展させられていた。この原理は、 デカルトの死から50年後にアイザック・ニュートンによって定式化され、彼の3つの運動の法則のうちの第一のものとされた。デカルトによる定式化はこうである。それぞれのものは、静止している限りではその状態にずっと止まっている。また一旦動き出せば、ずっと動き続ける。トマス・ホッブズトマス・ホッブズもまた、 コナトゥスの原理に関する以前の考え方を取り除いた。しかしながら、彼は以前の定義を運動の起源を説明できないとして批判した。この目的へ向かって研究することが、ホッブズのこの分野での研究の主眼点となった。実際、ホッブズは心の初認知機能をコナトゥスの機能の多様性へ変化させた。さらに、 ホッブズは感情運動の始まりとみなし、意志を感情の相対とみなした。この意志は物体のコナトゥスを形成し、その物理的な現れは生きる意志と理解される。生物は栄えるために平和を求め、平和を脅かすものとは戦うとホッブズは言う。また、ホッブズはこのコナトゥスと想像を同一視し、コナトゥスの変化、つまり意志は、 熟慮の結果であると述べた。私は、コナトゥスを与えられうるよりも、つまり、説明や数によって限定されうる、あるいは割り当てられうるよりも、小さい時間、空間内で作られた動きだと定義する。つまり、点の長さを通じて、あるいは瞬時つまり一時点において作られた運動なのである。彼の心理学的理論においてと同様に、ホッブズの物理的な コナトゥスは運動の微小な構成要素である。コナトゥスは運動、つまりはっきりした向きへの傾向の始まりである。ホッブズが使った限りでのインペトゥスという概念はこの物理的なコナトゥスという表現のうちで定義される。つまり、インペトゥスは時間の推移の中で運動する物体に用いられるコナトゥスの尺度ということになる。抵抗は反対向きの コナトゥスによって引き起こされる。力は物体の大きさを加えたこの運動である。また、ホッブズはバネなどの運動を起こさせる。例えば、縮小したり拡張したりするような復元性の力を表すのにも、コナトゥスという言葉を使った。ホッブズは、こういった物体を元の状態に戻らせる。こういった物体に固有の力が存在すると主張した。 スピノザはコナトゥスの考えを人間の肉体、魂、そしてその両方に同時に適用するが、言葉の上では異なる用語をそれぞれに対して使う。概念の心理的な表れに言及する際は、彼は、ウォルンタースという術語を使う。両方の橋渡しとなるような概念に言及する際には、彼は、アッペティトゥースという言葉を使う。 肉体的な衝動に言及する際には、彼は普通に、コナトゥスを使う。彼はこの言葉を拡張して、ひとまとめにして、コナトゥスセセコンセルアンディという言葉を使うこともある。ベネディクトゥスレスピノザ・スピノザは、何者も外的な原因がなければ破壊され得ないという、自明な真理を説明しようとする際にこの、コナトゥスの一般的原理が存在すると断言する。 彼にとって、あらゆるものの定義はそのものが存在することを断言しており、否定することはないというのは、自明なことである。この自己破壊への抵抗を、スピノザは、人間の存在し続けようとする努力という言葉で、定式化する。また、コナトゥスはこの力を表すために、彼が、最もよく用いる言葉である。スピノザの世界観では、この原理は、 すべてのものに適用可能であり、さらに、人間の心や道徳を含む万物のまさしく、本質を構成する、というのも世界には、神が作った、有限のモデルが存在するに過ぎないからである。彼が、エチカで述べたように、コナトゥスは有限の時間の中に存在する。物体が存続する限りコナトゥスも存続する。スピノザは、 物体の力を増大しようという傾向を表すのに、コナトゥスという言葉を使う。すべての存在は、単に性的に存在し続けようとするよりむしろ、完全へ向かって努力するに違いない。さらに、存在するすべてのものは、ある活動が自身の存在を保つか、あるいは増大させるときに、そしてそれらの時にのみ、その活動を行う。また、 スピノザはデカルトが以前使ったような基本的な意味での完成を表す際にもコナトゥスという言葉を使った。ものは外的な力の活動なしには破壊されないので運動と静止もかき乱されない限りは無機嫌に存在し続ける。バールーフでスピノザが心の哲学で使った限りでのコナトゥスの概念は古代及び中世の天居に由来する。ストア派、キケロー。 ディオゲネス・ラエルティオスと、特に、ホッブズやスピノザが発展させた原理を、スピノザは再構成する。コナトゥスに関して、彼の理論が、ホッブズのものと違うのは、コナトゥス・アド・モートゥムは、精神的では、なく、物理的であるとした点である。スピノザは、その決定論とともに、人間と自然は、守備一貫した、人揃いの法則のもとに統一されるに違いないと、 信じる。神と自然は元より一つであり、自由意志は存在しない。同時代の哲学者たちに反して、そして現代の哲学者たちと一致して、スピノザは心、思考性、倫理、そして自由が物理的な存在や出来事からなる、自然世界とは分けて考えられる二元論的な奥説を否定する。彼の目的は、 自然主義的な枠組みの下でこういったすべてのものの統一的な説明を与えることで彼の考えるコナトゥスはこの計画の中心となるものである。例えばスピノザにとってある活動が自由だというのはその活動が実体の本質やコナトゥスから生じている場合のみである。そして人間の活動や選択を含む自然的世界のべての出来事は 逃れ得ない普遍的な自然法則に従って決定されるので無条件で絶対的な自由意志は存在し得ない。しかしながら外的な力に束縛されたりさもなければ従わされたりしていないという意味でなら活動はまだ自由であり得る。それゆえに人間は完全に自然の一部である。スピノザは一見したところ不規則な人間の行動を本当は 自然で、合理的で、コナトゥスに動機づけられていると説明した。その過程で、自由意志という考えを、コナトゥス、いわば人間だけでなく、自然全体に適応できる原理で置換した。感情と、情動コナトゥスと人間の情動の関係に関してスピノジャが、どう考えていたかは明確でない。メリーランド美術大学の哲学助教授のファー,ーミン、ドブランダーと、 南カリフォルニア大学の神経科学教授のアントニオ・ダマシオは、二人とも人間の情動はコナティスあるいは完全を目指す絶え間ない衝動から起こると主張した。実際、スピノザはエチカで明らかに幸福は人間の自己を保存しようとする能力に帰着すると述べている。また、この努力はスピノザによって美徳の基盤であると特徴づけられている。 逆に、人は、自分の、コナトゥスに反するものがあると必ず悲しくなる。イエール大学教授のデイビッド・ビドニーリーはこれに、反対している。ビドニーリーは、欲望、第一の情動とスピノザの原理、コナトゥスを注意して関連づけている。この考え方は、エチカの傍中ファイプ級に裏付けられている。そこには、欲望と欲望の間には、違いがない。 強いて言えば人間がアペタイトを自覚している限りでは、デザイアーは一般的には人間と結びつけられている。だからデザイアーはアペタイトの自覚を伴うアペタイトだと定義することができるとある。ビドニーによれば、この欲望は他の情動、喜びや苦痛に支配されており、そのため、コナトゥスが喜びを生み出すものに向かって努力し、痛みを生み出すものを避ける。 アルトゥール・ショーペンハウアーは、これと同様の解釈をしているが、意思と表彰としての世界では、私の基本的な考え方全体によれば、これは全て真の関係を裏返したものである。意思は、第一の、そして根源的なものである。知識は意思に、意思の現象の道具として付属するものに過ぎないので、スピノザに反対すると述べている。ゴッドフリート・ヴィルヘルム・フォン・ライプニッツ。 コナトゥスの運動に対する関係は点の空間に対する関係あるいは位置の無限に対する関係と同じであるというのはコナトゥスは運動の始点及び終点だからであるゴットフリート・ライプニッツはエアハルト・バイゲルの弟子でコナトゥスという原理を彼及びホッブズから学んだがバイゲルはテンデンティアという言葉を使った具体的に言うとライプニッツは新たな説で ホッブズのそれと同様の意味で、コナトゥスという言葉を使っている。ただし、ライプニッツは体に関する場合と魂に関する場合で、コナトゥスを区別している。体に関するコナトゥスは、自力では直線的な運動をできるのみで、一方魂に関するコナトゥスは、より複雑な運動を覚えることができる。ライプニッツによれば、運動の問題は、 ゼノンのパラドックスを解決することに関係している。運動は持続的なものであるから空間は無限分割できなければならない。癒しくも全てのものが動き始めることができるためには宇宙の基本的要素の中にそれぞれ特有でその要素自身を動かす思考の対象となりうる自発的な特性が存在しなければならない。このコナトゥスはある種の即時的で 実質的な運動で、すべてのものが、静止している時にも持っているものである。一方運動は、ものの相互作用に付随してものが持っているすべての、コナトゥスのまさしく相和である。コナトゥスの運動に対する関係は、点の空間に、対する関係と同じである。この考え方に伴う問題として、実際に働く力が、コナトゥスだけならば、 他の物体にぶつかった物体が跳ね返ることはないで、あろうということがある。この故に、ライプニッツは、物質の運動を維持し男性衝突を可能にする、エーテルの存在を前提することを強いられた。ライプニッツの原子論の拒否と組みになった、コナトゥスの思考可能な無記憶性の概念は、結果的に彼のモナドロンを導いた。また、ライプニッツは、コナトゥスという概念を使って、 積分法の原理を発展させ、その言葉の意味を、この場合は、ニュートンの加速度的な、力の数学的な相似型を意味するようにしている。そういった、コナトゥスを無限に数え上げてライプニッツは、持続的な力の効果を計量することができた。彼は、ウィース・ウィーワーを無活動な、ウィース・モルテュアの総和だと定義したのと全く同様に、インペトゥスを、物体の、 コナトゥスの総和だと定義している。ケプラーとおそらくはデカルトの研究に基づいてライプニッツはコナトゥスの原理エーテル説そして稼働説に基づいた惑星運行のモデルを発展させている。その理論は彼の天体運動についての原因についての指論で展開されているライプニッツによればケプラーによる楕円軌道の 深淵の同型成分への分析は、視線運動を説明する際のどちらも、コナトゥスの例である遠心力及び重力を組み合わせた、円運動に対して、昭和した渦によって説明できるというライプニッツレーター、ディファインズ・ザ・ターム・メナディック・コナタス。アズ・ザ・ステート・オブ・チェンジするウィッチ・ヒズモなどズ、パーペチュアリー・アドバンス。フリードリヒ・ニーチェ以上述べた主要なものの他に、 コナトゥスのいくつかの使用が数百年の間に様々な哲学者によって定式化されてきた。コナトゥスに関係して多かれ少なかれ似たような意味と用法を持ついくつかの重要な術語、概念が存在する。ジャンバッティスタビーコはコナトゥスを人間社会の活動の本質と定義した。さらにより伝統的にはもの、活論的な意味で 自然全体に充満する運動を作り出す力と定義した近代科学が始まってから100年近く後に、ビーコはネオプラトニズムに触発されて、完成の原理や新しい物理学の法則を否定した。彼にとって、自然は支配的な見方として、原子やデカルト的な見方として、延長から出来上がっているのではなく、神によってもたらされたコナトゥスによって霊気される。 形上学的な点から出来上がっているものであった。アルトゥール・ショーペンハウアーは、ホッブズの、コナトゥスのそれと、明らかに似通っている原理を含む哲学を築いた。その定理は、ウィリー・ツーム・レーベン、つまり、生への意志といい、有機体の自己保存の本能に、具体的に現れているような現象を表す。しかしながら、ショーペンハウアーは、生への意志は、 時間的に縛られずに存続すると述べることでこれを定義した。フリードリー・ヒニーチェは早くからショーペンハウアーの影響を受けた哲学者だがショーペンハウアーの名前の意思の優位を否定して別の自己保存の説を発展させた。彼は自分のバージョンをウィリー・ツアー・マクトつまり力への意思と呼んだ。ジークムント・フロイトはスピノザの定式化した自己保存の体系としての コナトゥスの原理に強く依拠したが、交換した作品の中で、スピノザに言及することはなかった。同時期に、アンリベルクソンが、エランビタールエランバイタル、つまり、生命の衝動という原理を発展させたが、それは有機体の進化の助けとなるものだと考えられた。この概念は、あらゆる生命の背後にある根本的な駆動力を示していて、スピノザその他の、 コナトゥスの原理を思い起こさせる。マックス・シェーラーによれば、衝動ドランクという概念は、哲学的人間学及び刑事上学の中心的な要素である。この概念は、彼の哲学的変歴全体を通じて重要であり続けたが、彼の人生の後半、彼の主眼点が現象学から刑事上学に移ってから発展させられたのみであった。 ベルクソンのエランビタールと同様に、ドランクは、あらゆる生命のインペトゥスである。しかしながら、ベルクソンの生の刑事上学の場合と違い、ドランクの特徴は、それが魂の駆動力や動機づけをも与えることにある。ここで言う魂は、すべての理論的な思考性を含んでいるが、心理学的な原理たる、エロスエロスと同じだけ、物質的な原理たる。 ドランクなしには力を持ち得ない。文化人類学者のルイ・デュモンは、スピノザのエチカ・ファイプさんに記された影響力の強い定義に基づいて作り上げられた文化的コナトゥスについて述べている。この派生的な概念に基づいた原理は、あらゆる与えられた文化が、存続中は他の文化を支配する方の文化の支配で苦しむか、どちらかを我慢する傾向があると述べている。 ニュートン物理学が発展して以降、すべての物理的物体のコナトゥスという概念は概して完成及び運動量の法則にとって変わられた。ビドニーが言うように、確かに論理的にはコナトゥスつまり欲望は完成の法則に過ぎない。しかしながら、今でもこの事実はスピノザの用法とは異なる。その上、コナトゥスは多くの哲学者がゆっくりと 時代遅れになってきた別の概念を表すのに使った。例えば、コナトゥスレケデンディは遠心力となり、重力が以前は、コナトゥスはケントロの占めていた位置に使われた。今日では、コナトゥスが扱ってきた話題は科学の問題、そしてそれゆえに科学的方法による研究の対象となっている。コナトゥスという古風な概念は今日アントニオダマシオのような科学者によって、 近代生物学と調和させられつつある。しかしながら、今日のコナトゥスは以前は、それが、形事上学と神働け術の問題であった領域で、科学及び神経科学の問題として説明される。この概念はおそらく、生命を危うくする膨大な際に対して、生物の構造、機能の守備完成を主張するために、構成される。一般システム理論スピノザ的な、 コナトゥスの概念は生命学の体系における近代的なオートポイエーシスの理論の歴史的な先駆者だった。一般システム理論及び科学では概してコナトゥスという概念は創発現象と結びつけて考えられる。創発現象とはそれによって複雑系が複数の単純な構造から自然発生的に形成されるものである。 生物の体系のみならず社会の体系も備えている自己調節的、自己保存的特性は、それゆえに、スピノザのコナトゥスの原理の近代化されたバージョンと考えられる。しかし、今日のこうした視点から眺められたコナトゥスには、かつての多様なコナトゥスの中にあった宗教的な含みがなく、決定的に狭い意味になってしまっている。ありがとうございます。